遠隔閉じ込め救出は、利用者がエレベーターに閉じ込められた場合、情報センターからの遠隔操作によって救出するサービスです。このサービスは、何らかの原因によって閉じ込めが発生した場合、情報センターへ自動通報すると同時に、エレベーター内の画像を送信します。ただいま通報中です。ただいま通報中です。こちらは三菱電機ビルテクノサービス情報センターでございます。ただいま閉じ込め故障信号を受信しました。エレベーターが突然止まってしまったんです。情報センターではインターホンでの呼びかけとエレベーター内の画像で状況を確認した後、遠隔救出が可能と判断した場合、遠隔操作により救出運転を行います。ただいまから救出運転を開始します。最寄り階までエレベーターを走行させドアを開きます。ドアが開きましたら足元に注意してお降りください。ありがとうございました。情報センターが通報を受けてから救出確認までおよそ10分、続いてエンジニアが閉じ込めの原因の調査と復旧作業を行います。万一の閉じ込めの時に役立つサービスです。